はい、安官天皇陵から200メートル南に来ました。ここにね、皇后陵があるんですけど、ちょっと行ってみましょうかね。よいしょ。ここはちょっとね、分かりにくいんですよ。これ狭いね、参拝道があって、確かね、郵便局がこの辺にあったんですけどね、あれは航空写真ちゃうかな、航空写真やったかね、衛星写真やったかな、あれで見るとね、 Google で見るとね、 Google マップで見ると、どうやろう、100メーターぐらい行ったところだったはずなんですけどね。で、この辺にね、郵便局がどっかあるんだよね。これかな、わからない。例えば後ろ側でわからんね。いや、これやね、これ郵便局の建物ですよ、おそらくね。はいはい、ここ行って、あ、そっから来れるんだ、左からも。あらあら、ここやけどね、こっからも入って、あ、郵便局の横から入ってこねえんだわ。あはー、そうか、これ入ってこれたんやね。これちょっとわからんな、衛星写真ではな、そこ入ってくるのがね、向こう向こうと思い込んでたね。こうですよ、これ宮内庁の感じになってるんで綺麗なんだろうね。あれあれあれ、入れないのこれ、あれあれ入れないのこれ、ここ行けんのか、ここから行けるね。はいはい、ありがとうございます。ここね、いやー言えますが、ここね、安官天皇皇后陵は間違いないですね、ここね。はい、これはどういう形かね、豊富やね。はい、失礼します。豊富でございますね、きれいに掃除もしていただいてますよね。こんなんで、よいしょ。あらあら、これ行かれへんのかいな、抜けられへんの、これは抜けられないんだよね。じゃあこっちからちょっと回ってみようか、反対から。はい、ありがとうございます。郵便局に車止めてね、来ようかなと思ったんやけどね、郵便局にはちょっと通帳を記入してね、すぐ来れば2、3分で来れるね、これ取れるね。あ、こんなんやね。あ、これ豊富ですね。ね、こんなんですわ。そこそこ敷地は広いですけどね、40メーターぐらいあるかね、40メーターぐらいあって、海はあそこ豊富になってますね。中見れないけどね、大きな木が、おお、40メーター、これが30メーターちょっとか、そんな感じですね。中の豊富も、なるほど、だいぶ高く積んであるね。10メーター近くありますよ、ね、高さね。こんなでございます。ちょうど住宅街の真ん中でございますんでね。いや、これは初めて来ましたね。こんなんか。ああ、なるほど。こんなんだよね。これが、東、東北の角やね、今ね。いつも通ってる道のすぐ横やな。これは失礼しました。こんな感じでございます。ね、大きな木が何本も生えてますけどね。あら、こっちが南の角。
こんなようです。でこちらの方がね、住宅街が出るとね、道があるのよね。宮内庁管理のとこ綺麗にね、どこでも掃除もされてるし、綺麗なもんですわ。え、あれはないんかい。郵便局かどこあんだけどね。あ、あそこは郵便局やわ。ここ何屋さんかね、えらい大きな屋敷やけど。お寺さんか。お寺さんような感じもしないじゃないな。これ郵便局ですわ。ね、郵便局で。ここから回っていきましょうか。ここから行けば行けるな。ちょっとね、びっくりですわ。まあ、思い込んでたね、ここからと思ってね、入り口が。はい、ああこれから行けんねや、ここからね、ここから行けんなってんねや、まっすぐほら、ここからまっすぐ行ったらよかったね。道行かんとこれまっすぐ行けんなってんねや。どうもお寺さんみたいなのが横。ここですわ。あの入り口が間違えましたね、最初にね。こんなんですわ。南関天皇の皇后陵でございます。こんなんです、ね、こんなんで、はい、ありがとうございます。これね、これね、きれいに水彩図もきれいにね、こんなんでございます。松も綺麗やしね。規模としてはね、そんな大きくないけど綺麗ですね。はい、ありがとうございました。